皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、やってはいけないあるある事件、初めての教室集客ホームページ作りというお話をしてみたいと思います。なんかすごい大げさなタイトルになってますけどね、まあそれぐらいのインパクトがある内容かな。それをね、今日はお伝えしていきたいと思います。ですね、最近新しい方との面談とかが結構続いていてですね、でその方は初期面談ですでに事業をやられてる方とかは大抵ホームページ持ってる方が多いんですよ。でそのいつの時期にどういうふうに作ったかっていうこともあるんですけれども、今日のタイトル「やってはいけない」っていうのが、いやこれはちょっとこれから作ろうとしている人にまず知っててほしいなと思って、伝えなくちゃって思って共通点があったんですよ。それを今日はポイントでね、お伝えしていきたいなというふうに思ってますので、お付き合いいただければと思います。ということでね、本題に入っていきたいと思います。まずですね、やってはいけない初めてのですよ、ホームページ作りのあるある事件なんですけど、一番のポイントは人の真似をしてはいけないというお話です。人の真似をしてはいけないっていうのは、内容を盗作するとかそういう意味の真似ではなくて、例えば新しくホームページ作ろうとするじゃないですか。でその時に、他の同業他社の方のホームページとかを見たりするケースがあると思うんですよね。で、自分は何をやったらいいのかわからないから、自分の特徴をどう伝えていいのかわからないから、とりあえず無難に同業他社さんが使っているような言葉を寄せ集めて、それをホームページに掲載している方っていうのが、ここ3件4件ぐらい立て続けにその添削をしました。結果はどういうことになってるか想像はつくと思うんですけれども、集客できてないわけですよね。売れてないということになります。で、私その経緯を知らないで、そのホームページをね見た時に開口一番なんて言ってるかっていうと、大体そのホームページの添削をする時っていうのは、私が知らない業種業態の添削をするケースもあるんです。得意なのっていう言い方変なんですけど、自分がもともとパン教室をやっていたパンの先生出身だから、パン教室のホームページの添削が一番厳しいです厳しいって言い方変だけど、それは私が自分が教室を作る時にたくさんのホームページを見て、それで自分のホームページ作ったからです。ここポイントなんですけどね、たくさんのホームページを見て自分のホームページを作ってる。だけど真似してないんですよ。むしろ逆、このたくさんのホームページを見た結果、差別化をどうやって見せるかをすごく考えてホームページ作ったんです。ここポイントです。要はそのたくさんあるホームページを見て、この辺り言っとけば人って集まるんだろうなっていうふうにして、キャッチコピーも全然、キャッチコピーってそもそもキャッチなコピーなんで、それと真似したらキャッチなコピーにならないじゃないですか。そこの店舗と何が違うのかっていうことがないと、結局魅力を感じないことになってしまうんですよね。要は埋もれるという状態になります。ですから大体添削をすると、これどっかで聞いたことがあるようなぼんやりした話が多いですよねっていう話を言って、例えば同業他社のね、それをこう見るわけですよ。そうするとほら、ここもこういうふうに歌ってる、ここもこういうふうに歌ってる、全然私には違いがわからない、写真もそこそこみんな綺麗だしねとかっていう添削をするんですよ。そうすると、他の方のそれ見て、この辺りの文章を言っときゃいいのかなって思ってとかっていう、割とライトな感じの、気軽に真似をしたっていうか、無難なところに収めておきましたみたいな答えが立て続きました。私的には結構衝撃で、なぜかというと、結局お客様がどこを選ぶかっていうのは違いを見つけて選ぶわけですよね。大体差異がある、要はここはこうだけどここはこうだよね、捨てがたいよねっていうそこを大体見つけてお願いするので、同列で同じレベルのものが並んじゃってたらどうしようって思って、その先どうすると思います？よっぽど必要なものだったらお客様が差異をなんとかホームページ読み込んで見つけてくれて、なんとかそのちょっと優位に立ったあなたのところを選んでくれる可能性はあるかもしれない。だけど大概の人はね、面倒くさくなるとどういう行動をするかっていうと、考えるのをやめる。要はどのページも選ばない、どこかを選ぶんじゃなくて、まあいっか今考えなくてもみたいな感じで選ばない。これ結構残念すぎる現象なんですよ。要は何を言いたいかっていうと、お客様は面倒くさいことが嫌いなんですね。ということは面倒くさくないように分かりやすく自分の特徴で、かつ他と違うところがトップページの一番頭に書いてあるべきなんですよ。そうするとどういうことが起こるかっていうと、そこに書いてあるその言葉が響かない人はすぐにそのページを閉じるか他のページに行きます。それやったらお客さんいなくなるんじゃないかって思うでしょう思うでしょ。いいんです。それでその人口から考えてもですね、その自分が相手をできる方っていう人数は限られてきて、無尽蔵に必要なわけじゃないんですよ。自宅教室業だったら、まあ、レッスンを教えるとか動画販売だったら別ですよ。無尽蔵に来てもらっても構わないんですが、レッスンで教えるとか対面ないしはそれがオンライン上で教えるにしても、限られたある程度の人数をきちんと教えられれば問題ないわけですよね。そう考えると、そこでいなくなる方っていうのはその教室の特徴を打ち出した結果いなくなるわけですから、合わないんですもともと。ところがですね、だいたい皆さん広く拾いに行こうとします。この方もこの方もこの方も。でそれをやろうとして没個性になってますます選ばれない状況を作っているっていうのが、ここのところ衝撃を受けた内容でした。まあそれは多分ですね、私が営業職をやっていたので、当たり前のように他者との差別化っていう舞台に立たないと仕事が取ってこれなかったから、当たり前のように差異を探していくっていう。でそれはあら探しっていう意味じゃないです。そのお客様にとって自分がどんだけ有益な存在であるかっていうのを、他社さんのいい時もあるんです。だから私のとこに頼むよりそちらの方に頼んだ方がいいなっていう時にはですね、そちらの特徴と優位点とか当然知ってるので、まあ、そんなのも教えてあげるちょっと珍しい営業だったんですけどね。お役に立ちたいけどうちの会社の得意分野ではないっていうのは無理やりには合わせないです。はい、得意分野で勝負する方がお互いにとってウィンウィンの関係、いい関係になるから、無理をする必要はないんです。ただ自分が特徴を把握して、かつそれを表に出してきちんと伝える必要があるので、没個性なページを作っていたら当然なんですけど集まらないです。でその時に同時に見てね、やっぱり私の目線から見て綺麗なページではないんだけど、とても個性的なページ、同業他社でね見つけて、ここなんかは他と違う視点の、切り口からお客様に訴求するものを言ってるんで、まあ、お客様の声とか写真とかいっぱい上がってたんですけど、だから選ばれるんだなとか思って。他のサイトはね綺麗なんですけど、プロに多分撮ってもらった綺麗な写真で大体構成されてるし、ページも綺麗なんですけど人がにぎわってる感があんまりなかったんですよ。だからまあ広告を使えば当然上位にはいきますので、選ばれる可能性はもちろんあると思います。あるんですけれども、万人受けするように作ってあるページって実はそんなに集客力が強くない場合があります。中小企業の場合にはですけどね。でしかもそれを真似て作っちゃったら、もうまさに他人と大して変わらない、他とって変わらないのが、なぜ選んでもらえるのかっていう話です。多分ですね、自分が消費者になった気持ちになれば、よーく理解できると思うんですよ。例えばじゃあちょっとね、教室から離れた私の、趣味の領域のお話をねちょっとさせてもらうんですけども、私は、サックスを2年半前から始めたんです。もともとのきっかけは私の出版記念パーティーで余興で吹いたらみんな驚くだろうっていう、そのレベルです。まあやってみて分かったんですけど、そんな小手先レベルじゃなかったんですよね。アンプしてちゃんと一曲ステージで、吹くっていうのはそれなりに結構大変で、それがきっかけでちゃんとサックスやろうと思ってハマって今もちゃんとやってるんですが、その時の私が楽器を選ぶ基準っていうのは当然あるわけじゃないですか。ようわからんっていう感じだったから、1年間の受講料を前倒しで払ったら楽器をプレゼントっていう楽器サックス教室があったんで、そこに入ったんで、その教室がこれを使えって言ってるんだったらいいだろうって一応買ったんですよ。だけど使い始めて3ヶ月の時にライブが終わった後ですね、だんだん使い方が分かったら、もうサックス、こういうサックスが欲しいっていう、こう自分の中でおぼろげながら使いこなせるか使いこなせないかは別として、そういうビジョンが出てきたわけですよ。そうすると私のそのサックス選びの基準っていうのは、見てくれからまず入ります。銀のサックスが欲しかった、シルバーサックスが欲しかった。サックスは金が多いんで銀が欲しかった。もうそれだけでメーカーがある程度限られちゃう、キヤノンボールっていうところの結果買ってるんですけど、銀のものがね多いわけですよ。そうすると自分である程度調べられるじゃないですか。で吹きに行きますよね。吹きに、実物を思想って言うんですけど、でその時に効率よく比べるんだったらリアルな展示が数多い方がいいわけですよね。そうするとキヤノンボールの総代理店で、一番都内で本数、都内でってことは全国でってことになるんですけど、そのキヤノンボールのシリーズの本数、実物を一番多く持ってる総代理、日本総代理店ですって書かれていたんですよ。でそこに、黒澤楽器さんっていうところなんですけど、そこに行って吹いて決めて買ってるんですよね。ということはもう私は欲しい種類が決まっていて、それが一番品揃えが多いですよが私にとってのメリットだったんですよ。だからそれが分かりやすく書いてあったからそこに買いに行ったっていう、そういう感じなんです。だから一番とか何が一番とか言ってくれればですね、そのお店の方針はあると思うんですよ。その数のね、品数揃えがっていうふうな、そのフロアがなければ無理じゃないですか。じゃあフロアがないんだったらどういうことを楽器としてね言ってくれる、伝えてくれる、進めてくれるお店なのかっていう、特徴をやっぱり前面に押し出したらいいと思うんですよ。で例えば私これでキヤノンボールなんですけど、今のところ他のメーカーには浮気してないんですが、キヤノンボールが好きなんですよ。そしたらキヤノンボールサックスの専門店ですって言われるところが1個あったら多分そっちに行ってます。総代理店っていうんで他のももちろん扱ってるんですけど、そこそこ大きい店舗さんなんで。だからそれが専門特化するっていうことで、しかも私そんな知識ないですよ。めちゃバリバリにもうキヤノンボールのことは愛ですよね。愛、ほとんど愛。ここがこうで特徴で、このモデルはなんたらでって細かくもしも説明してくれるっていうのを、その鱗片が見えるような店員さんがいるみたいな店舗だったら私は間違いなくそこに行けます。はい、多少遠くても。だからこれって教室業も全く一緒で、パン教室やってますとか言ってね、健康で体にいいパン、初心者から上級者まで、どの年齢層の方にも、全て対応しますっていうふうに言われちゃうとプロっぽくないじゃないですか、全然。だから響かない。でしかも今の時代って比較がとてもしやすいんです、オンライン上で。でかつお客様が選ぶ選択眼、目も超えてます、はい、となってくるとですね、特徴がしっかりホームページに打ち出されてない限り、ホームページ経由で申し込みされるっていうことがないんですよ。だから初めてホームページを作るんだったら、同業他社研究をした時に似せちゃダメですむしろ際立たせなきゃいけないから、イコールコンセプト設計が必要になってくるっていうことですね。あとヘッダーです。ヘッダーも結構綺麗な写真じゃ意味がないんですよ。ただ綺麗なだけだと、その自分のコンセプトに合ったキャッチコピーと写真が生き生きとそこに表現されているページでないと目を引かない。どこもね同じに見えました。とある業界業種を次々に私見てったらみんな同じ感じです。だからやっぱり差異があると目立つんですよね。ここをどう考えるかっていうところなんで、夢ですね。初めてホームページを作る方はエッセンスは真似ていいです。エッセンスは真似てもいいけど、必ず自分の特徴を前面に打ち出すような形で、言葉もです。もう使い古した言葉は使わない方がいいです。皆さんね使ってるわけだから。だから私、実際にはやらなかったですけれども、例えばですよ、パンを食べれないパン教室とか、試食でパンを食べれないパン教室ですって言ったら一瞬「え？」とか思いませんか？単純にオンラインで教えるっていう形で、私のパンは食べれないよっていうことなんですけど、当時はオンラインは全然流行ってなかった頃、私スカイプで教えてたことがあって、その時電脳パン教室とかって言ってやろうとしてた時期があったんですけど、そうすると試食でパンが対面で食べれるのは当たり前の教室が多い中で、パンを食べれないパン教室とか言われるとそれだけで目引くじゃないですかっていう、そういう感じです。要は皆さんがありきたりで分かってるものは皆さんが価値を感じてくれないケースが多いんですよ。だから知恵を絞らないといけなくて、事実はあったとしても、それをどの人ならどういう切り口なら響くのかっていうのはすごく真剣に考えないと、特に1ページ目は結構大事です。集客できない方のホームページを添削してると、もうどこで書いてあることも一緒。あとページがあんまりね思いがこもってない綺麗じゃないページが多いです。綺麗じゃないっていうのは写真自体が綺麗でも作りが雑みたいな感じですね。やっぱり愛あって作っていかないと、その目姿を要は選んでもらうためにそこに存在しているのがホームページなんで、それぐらいの愛情を持って作ってほしいんですよね。だから業者さんに任せてなんかお任せしてやっちゃいましたっていう人のページは大概売れないです。気の利く業者さんですっごいその業界のことを分かってる方だったらまだいいかなっていうレベルですかね。あとですね、先生がもう一つだけ言っとくと、先生が想像しているより一般人の方のビジュアルに対する感覚が、以前には比べ物にならないほど上がってます。ということは写真が上手ではないっていうだけで相当デメリットになっちゃうのが今の世の中です。だから今まで写真得意じゃないからってやってこなかった、覚えてこなかった、ツケが必ず出ちゃうんですよ。そういうとこで綺麗な写真のサイトで内容が充実してて分かりやすいサイトと、綺麗じゃないサイトで内容も充実しない、これは活口にこっち選ばれますよね。じゃあ内容がほぼ一緒で綺麗な写真のサイトかそうじゃないサイトかあったら、絶対にこっち綺麗な方選ばれます。それぐらいビジュアルも重視になる世の中になっちゃったっていうことなので、まず第一は個性が際立つ状態で、かつそれがお客様が欲しがるものである内容に仕上がっていること、これが結構重要なポイントになってきますので、初めてこれからホームページを作りたい方は差異を見つけて際立たせろみたいな感じですかね。ポイントとしてはそんな感じです。ということでまとめていきたいと思います。やってはいけないあるある事件。初めての教室集客ホームページ作り。それはやってはいけないことは、他者との差別化をしなくてはいけないので、単純に真似をしてはいけないというそこですね。エッセンスを勉強するのはいいけど、むしろ差別化をしようっていう、そこにポイントで考えていっていただければと思います。それでは。